もういきなりサビから入る。ストップで止まるんだね。難しいんだよね。そうそうそう、入りがでしょ。入りが。一応イントロで聞いたの。テレレル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 ドン。ストップでさあさあさあ。それやりたいだけ、やりたいだけだろそれ。That's my way, my way. That's way now. That's my way.ものが欲しいならやり続けるしかないのさ今より大切なものを見たいならやり続けるしかないのさ That's my way. さあそして、うん、井上陽水と安全地帯の、うんうんうん、夏の終わりのハーモニー今日のそうですささやきとそうですね、はいはい、これもいい歌でしたね。ただまだ夏は始まったばっかですけど、はい、そうですね、だからということはこれは1986年の9月ぐらいの話だったのかな、もしかしたら8月とか夏の終わりですから ね、まあそうなんでしょうね。さあそして渋垣隊の寿司食いね、寿司食いね、だら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 寿司食いね、そうです、それがはい流行りましたね、はい、あとはチャゲアンダースカのモーニングムーン、モーニングムーン、そう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 ハウンドドッグ、ハウンドドッグ、フォルテッシモ、パパ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 当時はやっぱチケットが取れなくて、あ僕はね、うん、ちなみにハウンドドッグは中二からファンですから、うん、あファンなの、もうね僕はね、うん、2枚目のアルバムぐらいからファンですよ、ロールオーバーからファンですから、ロールオーバーって曲を、いやロールオーバーってアルバムです、あそうなんだ、はい、もうへもう僕はねカラオケ行くとね、いわゆるハウンドドッグの、うん、あのシングルカットされてないやつもバンバン歌いますから、お私はあそうなの、あれそうですよ、僕ねあれが好きです、ハウンドドッグは、はい、涙のバースデーでしたっけ、ああまあメジャーですね、ベターな感じ、ベターです、ね、ああそうなの、僕はね、うん、あの大友さんに一回会った時に、おおあったの、僕は実はこの曲が好きなんですって言ったら、スーだねああそうなの、褒められちゃった、言われた、へえアルバムの曲なのか、ね、そうそれが多分あるんじゃないかと思うんですよね、あそうなの、いろいろと、うん、探していけば、うん多分あると思うんですよ、その前にレイニーレイディーグッバイっていうのが好きなんですよ、レイニーレイディーグッバイ、レイニーレイディーグッバイ、おレイニーレイディーレイディーグッバイ、雨の女性さよならみたいな、ああそうなんです、いいすげえいいんです、あそう、でも後ほどスナック、まあ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 、まあ、お願いします、はい、あとはですね、小林明、熱き心に、熱き心にそうでございます、はい、時を任せそう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 です、夜も消えるままに思い募らせさすがに出ますね、さすがに出ますね、はぁはぁもうそろそろですもうそろそろです、ありがとうございます、はい、そこまで歌っていただいて、はい、さあそして鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏、わかります、知ってます、どういうんだったっけ、大沢良之の歌です、はい、やがて夜が明ける今もそうですそうです、冷めた色、そう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 、それです、ああいいですね、はい、これもなんかちょっと夏のね、やっぱガラス越しに消えた、うん、そうですね、夏の終わりのちょっとそんな感じですね、ちょっとね、名残の曲でしたね、うん、はい、さあそして、はい、アン・ルイスのアーム上、これはカラオケ、パパパパン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 パパラパラパラパパパパンパンパラ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 ですね、そうそう、で当時ほらなんか水商売なんて綺麗でしょ、うん、みたいなね、ありましたね、自分で言うなみたいな掛け声がね、ありましたね、ありましたありました、はい、さあそしてアン・ルイスがあって、これニックニューサーとかもありますね、ニックニューサーさん、うん、ニックニューサーの話されてわかんないな、中村雅俊思い出のクリフサイドホテル、
これ確かサザンの歌じゃないかな。クリスサイドホテル、はい、どういう思い出のクリスサイドホテル。サザンじゃないです、ね、そうそう、サザンじゃない、ないないない、マサトシさんの歌なんですね、うん、これはだと思います。ああそうですか、はい、さあ続いて出てくるのがコメコメクラブのシェイクヒップ。シェイクヒップ、シェイクヒップ、ラララララララ、シェイクヒップ、シェイクヒップ。ちょっとね、ノリに困るやつ。あ、そう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 、ちょっと難しいんですよ、うん、そうそうそう、なんかね、うん、ちょっと困るやつ。ノリには困らないんだけど、ちょっと歌えない感じ。そう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 、難しい。歌カラオケレベルでいく。そうですね、うん、はい。そして石川さゆりの天城越えが出たのもこの天城、そう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 、もうあれも映画が夏の時の映画ですからね。あ、そうなん、そうです、いわゆる昔の、うん、殺人事件みたいなのがあったんですよ。ほうほう、天城峠で、あの伊豆の方ですよね、天城峠。そうですよ、うん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 、それの、うん、犯人だった男の人が少年の時に、ほう、女の人を殺しちゃったんですよ。それを回想する映画が、ほう、天城越えかなんかっていう映画があるんですよ。それは松本清張さんの映画ですね。そうなんだ。うん。それがね、沢田研二さんの奥さんのほら、田中裕子さんが主演で。そうなんです。はあ。で、ある少年がですね、うんうんうん、田中裕子さんが妖艶な、その、いわゆる、まあ、ちょっと色気のある春を売って身を立ててる女性の方だったんです。はいはいはい、はい、それが天城峠の手前あたりのなんか町みたいなところで、うん、かなんかわかんないけど、うん、その少年と出会ってすごい優しくしてくれて、その少年は、うん、ほのかな恋心みたいな、はいはい、思春期の少年がこう、そうなの、年上の女性に抱くね、そう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 、はいはい、それで天城越えかなんかにその女の人も旅をしてる時に、うん、ちょっとその、うん、日雇いの労働者みたいな方とその女の人が出会って、はい、でまあいわゆる田中裕子さんが、はあ、演じる方と出会って、はい、そのいわゆる春を売ってる女の人だったので、はい、うん、ちょっと小遣い稼ぎじゃないんだけど、その男を誘って、なるほど、でそのいわゆるなんかそのもう変な小屋か、うん、まあもしかしたらちょっと僕の記憶違いかもしれないですけど、うん、木陰とか、まあちょっとみたいなことね、そうそうそう、ちょんのまで、ちょんのまでちょっと、うん、ちょっと濃い、うん、その、うん、春を、はいはい、の売買をしてたわけです。なるほどなるほど。そこにその男の子が、うん、現場に、現場にちょっと見かけて、ああそれ見ちゃうんだ、見ちゃって、そのなんか衝撃、それでその女の人に恋心を抱いてて、なんかちょっと屈折したあれで、うん、その行為が終わって女の人がいなくなった後に、うん、その男をボンナイフ、昔でいうボンナイフじゃなくて、なんかそのカッターナイフ、鉛筆削るような、鉛筆削るようなカチャっていうちょっとしたショートみたいなのあったじゃないですか。はいはい、刃渡り4センチぐらいのような話ですんで、短いやつね、あれでプスッと刺して殺しって、ああ、ね、それが結局なんか犯人も分からず、あ、何十年も経って入りして、はいはい、その思い出をっていうか、うん、その人、その人、男の人はなんかちょっと偉くなった人かなんか分かんないけど、うん、そういうのなんか回想するところのなんかそういう映画なんですよ。もうすっかり大人になったその殺人犯が昔を思い出すような、そうそうそう、自分にはなっちゃってるんだけども、なんかそんな感じの映画なんですよ。はいはいはい、なんか見たことないんだったら一回見てみてください。ああ、ぜひ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 、うん、はい、確か、うん、松本清張さんだった。そこで天城越えがかかるわけですね、石川優子、あの石川さゆり、そこで天城越えはかかったかな、あ、まあ、とにかく天城峠でそういうことが起こるという舞台になってるっていうことなんですね。そうですそうです。結構だってこれ天城越えっていうのも割とドロドロした、うん、ね、だもしかしたら天城越えがかかるのかもしれないです、うん、あのエンディングかなんかで、うん、もしかしたら、うん、なるほど、田中優子一番最初にてっぺん持ってきながらの、はいはいはい、天城越えにタン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 を、みたいな監督誰誰って、ああなるほど、終わりかもしれない、テロップがね、もしかしたら、はい、細かいですね、ディテールがね、はい、はい、さあ、そして天城越えの話がちょっと長引きましたけども、はい、続いて出てくるのが、あ、子供バンドなんていうのが出てきます、ね、こう
コ子供バンドエココ子供バンド子供バンドなんかよく知ってますね。はい、はい、僕は結構中2ぐらいからもうロッカーだったんで、あロックをよく聞いてたわけね。ロッカーですから私は。おお、はい、あそうそう、ギターをてるちゃんは結構上手だって話を僕どっかから聞いてきて、なんだけどもう今弾けないっすよ。ギターそんなに弾けないっす。もともと入り口は何だったの、ギターを始めたきっかけは。いやだからうち結構バンド、先輩とかがバンドやってる学校だったんですよ。ああ、そう、周りの影響がじゃあ強かったんだ。バンドブームなんかより前にもバンド行ってるんですよ。うん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 、でもなんかそういうもう、俺は中学生の頃からもうバンド組んで、バンドみんなエレキとか、エレキとかやってた。ちょっとドラムでその4人編成とかで組んで、うんうんうん、ロックを組んでまでやってないですけど、うんうんうん、高校入ってからですね組んだら。ああ、そうかそうかそうか。最初じゃあ例えばあれでしょ、そのギターをエレキなんかやるんだと洋楽とかにも影響されるわけでしょ。やっぱり和楽ですね。あ、日本のロックなんだ。まあ邦楽っていうんですか。うん、邦楽。え、ハウンドドッグとか。ハウンドドッグも聞いてましたし。うん、やっぱりギターでは何弾いてたの。どういうこと。だから自分がバンドで、だからそのだからモッツとか、あ ARB とか。 ARB とか弾いてたんだ。やりましたよ。でも一番長かったら僕はベースだったんで、うんうんうん、あリズム隊ですね。そうか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 、はい、はい。動画面白かった。